さあ皆さん、はい、お待たせいたしました。22年入試分析&23年予想、オスの予想が当たりまくり。もったいないもったいない、ちゃんと情報出ましょう、うん、今最もお買い得な額で男女比も5対5で男性諸君頑張れ。本日始まりましたモジチャンネル。さあ今回はオス平田ゼア。どうも、早稲田音楽塾代表の平です。よろしくお願いします。はい、今回は来ましたね、このバッチリやるっていう動画になってると思うんで、さすが平さんっていうところを見せつけてあげてください。あの、お腹空いてるから頭が回ってないんだね。何言ってんのこの子はみたいな感じになってるから。森哲ちゃん、はい、今日はね、僕らしい1回を持ってきましたよ。僕は、まあ去年といい、一昨年といいね、いろんな早稲田系の入試の分析動画をね、森哲チャンネルで上げてきました、うん、まあ、その中にはね、来年はきっとこうなるだろうみたいな話をしている回なんかも結構あるんですよ、ちらほらとね。という中で、早稲田入試最終結果発表が4月末日の方で出ました。早稲田大学から公表されました、はい、もうね、僕の予想が当たりまくり。ほんとね、俺予想屋の親父に転職しようかなぐらいの、めちゃくちゃね、当たりまくってたんで。だからちゃんとうちのチャンネル見といた方がいいですよ。そうそうそう、本当にもうね、お買い得だって言ってるところが本当にお買い得なんで、今回今日の動画のテーマはですね、22年入試分析&23年予想。もちろん予想なんで外れることが絶対ないとは言い切れない。だけど当てに行きます。じゃあちょっとお願いします。はい、一つずつ学部をね、分析して見ていきたいと思います。まずはですね、早稲田政治経済学部から見ていきたいと思います。こちらをご覧ください。ドン。早稲田政治経済学部の、これはまあ2020年から22年までの3年間のまあ合格者の数になってくるんですけれども、あの、早稲田政経の場合はデータの見方としてね、共通テスト利用で入ってる人と一般入試で入ってる人を一緒に見た方がいいんですよ、うん、なんでかっていうと、早稲田入試の共通テスト利用って2月10日から2月15日の間なんですよ、うん、スポカだけ2月16なんですけど、もしね、共通テスト利用で早稲田政経取れた東大や京大、一橋といった超難関大の滑り止め軍団っていうのは、わざわざ2月20日とか2月21日あたりの早稲田政経入試を受けに来ないんですよね、うん、うん、だってもう取ってるから。だからトータルで見た方がいいんですよ。だからつまり共通テスト受かった人は一般受けに来ないよ。一般受けに来ない、わざわざ。そういうこと、そういうこと、必要がないから。だからダブル合格での枠の無駄ってのはありえないので、この共通テストプラス一般入試合格のこのトータルの人数が大きければ大きいほど、早稲田政経に行きたい早稲田志望者の受け皿も大きいという話になってくるんですよね。という中で見ていくと、見てください。あの、早稲田政経は450から300に募集が減らされたじゃないですか。そうですね。2021年から。で、それで今年もまあ減らされて、で、それこそほら、早稲田入試本番直前にさ、もう早稲田政経がどんだけ人気ないかみたいな動画もね、サブチャンで撮ったじゃないですか。もうどん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 ここ数年、早稲田政経受験者数が減ってるんですよ。だけど、見てください。2020年、21年、22年と。合格者数がトータルで 640+477、730+635、697+640、増えてきてるのが分かりますよね。ということなんですよ。だから募集が150人ぐらいドンって減ってるのに、トータルの合格者数がこれだけ増えてるんで、今早稲田政経は逆にお買い得になってきてます。だから共通テストとトータルで見ると数字がやっぱり増えてきてるのが分かると、っていうことなんですね。で、次に、早稲田法学部。早稲田法学部はね、今最もお買い得な学部。お買い得学部、まあ見方にもよるんだけど、俺はね、1位と言ってもいいと思ってる。うん。で、実際ここね、2、3年、うちの塾の生徒で法学部志望の奴らも、これ合格者増えてます。明らかに。で、その理由が分かって、20年、21年、22年と、もうどんどん合格者が増えてきてます。うん、ちなみに2019年は721人でした。うん、っていうところで、結構早稲田法学部って、それこそ10年以上前とかはだいたいまあ1000人前後ぐらいなんですよ、合格者の数って。ちょっとずつなんかね、10年前に戻りつつあるんですよね。だから結構俺は早稲田法学部、これは本当にお買い得学部ですよっていうことをね、ちょっとこう申し上げたいなと思います。次に、早稲田商学部。早稲田商学部もまあ、ここは特におかわりはなくっていう感じではあるんですけれども、まあこんなもんです。誤差の範疇でしょうと。で、一つ申し上げたいのは、やっぱり早稲田商学部は、あの、数学受験と地歴受験の方、地歴受験というかまあ日本世界史ですけどね、の受験の方はもう完全に分けたので、となると何が起きるかっていうと、これは、準早稲田志望者と、超難関大国立軍団の滑り止め軍団が被らないんですよね。なるほど、なるほど。うん。だから、早稲田志望者軍団でのガチンコの試合になりやすいというのが、まあ、早稲田商学部。
学部の特徴としてあって、そこで結構まあまあ人数ね取り続けてくれてるんで、特におかわりはないんですけど、これやっぱりお買い得のまんまだと思ってます僕は。であとは早稲田商学部の場合、4技能利用受験の合格者と通常の一般3科目の受験の合格者を完全に分けてるんで、ここもだからこう早稲田文文校みたいにこう合格が重複して枠が無駄になるってことがないんですよ。だからそれもこの学部の特徴なので、なので結構人数は取ってくれてるなという感じはしますね、その意味でもね、まあ、どっち選ぶかみたいなのもね言われてましたもんね、うん、だからまあこれはね今年の合格最低点はまだ発表されてないので、なるほど、まあ、それはおいおいまた発表していきたいと思います、はい、で合格したのは4技能型80人、はい、そう去年60数人だったんで増やしてますねこれもね。なるほど、次に社会科学部。社会科学部もまあここ数年で見ると緩やかにここもお買い得になってきてます。2019年は一般706人、千里が253人でした、うん、これがここ4年間で見てみると、まあ、20年は807人と201で、2021年は946、結構取ったんですよね、うん、と思ってねと214、22年はちょっとまた21よりは少し減ったんだけど、でも20年や19年と比べるとやっぱり多いんですよ、861と305。ただこれねちょっと22年の人数が減っちゃってる理由っていうのはもう明らかで、千里で早稲田社学が300オーバー取ってるっていうのはこれちょっと取りすぎですね、共通テスト利用ですね、共通テスト利用で、うん、だから合計すると増えてるんで、そうそう合計すると増えてるんですよ、そうなんですよ、だからちょっとね俺の感想としては社外科学部さんには、まあ、共通テスト利用で取るのは200ちょっとぐらいにしてほしいなというのが僕の願望、ね、数学検定受けたから計算早くなってますからね、うん、いや本当そうよ、サバババって今数字出ます、はい、さあ皆さん、はい、お待たせいたしました。お待たせしすぎたのかもしれません。早稲田文学部と文化構想学部、皆さん分かりますよね、たくさん質問がありました。募集が減らされてます。平先生どう思いますか。僕は動画の中で言いましたよね、早稲田文学部もう無理みたいな感じのやつ、うん、言ってましたね、はい、ね、募集減らされるっていうのは確かにネガティブな話ではある、ポジティブではない。だけど募集が減らされるってことと実際に合格者がどれだけ取られるかっていうのは早稲田入試の歴史を見てみてもイコールではないから、あんまりネガティブに受け止めすぎずにみんなは実力を発揮することに集中しなさいって言いましたよね。見てください、ドン、これ早稲田文学部と文化構想学部の一般入試の数字です。2021年から2022年まで、まあ20年よりはちょっとね増えてると、21年よりはちょっと減ってるように一見見えるんですよ、文学部も文化構想学部も。だけどこの数字足してみてください、4技能合格者数見てください、むちゃくちゃ増えてるんですよね。文とかすごいね、そうなんですよ、めっちゃ増えてる、めっちゃ増えてるんですよ。つまり21年はちょっと多く一般入試とかでグッて取ってくれてるんですよね。だけど、まあ、20年とか19年の数字と比べると決して一般入試も全然少なくはなってないし、また4技能利用型の人数に関してはこれグッて増えてるんで、だいぶ増えてますね、だいぶ増えましたよ。ただ早稲田文文校に関しては重複がありうるんで、あ、なるほど、あ、うん、そうか、そうそう、どっちでも出していいんですよ、うん、ただなんだかんだ言ってね、多分俺の動画見てないんだろうし、見ててもやってないのか、どっちかの方でしか出さない人も多いんですよ。あ、なるほど、うん、あの文文校の4技能利用型でも通常参加型でもどちらでも出すっていうことにはなってない人の方がむしろ世の中的には多い、うちの生徒たち見てみて、もったいないもったいない、ちゃんと情報を出ましょう、うん、だからまあどっちも出しておいた方がもちろんいいとは思うんですけどね、これだけ人数が増えてくるとね、うん、まとめますよ、文学部文化構想学部は募集枠が減らされてたけれども、でも2020年と比べるとむしろ一般参加も増えてれば4技能利用型も増えちゃってると、2021年がちょっと多めに出たぐらいなんですよね。次、教育学部。さあ受ける方多いでしょうね、年末にじゃねえ、2月にね法政寺で撮った動画でもね話しましたけど、教育学部の受験者数がむっちゃ増えてたと、はい、で世の中の人たちはうわ倍率がとか言うけど、俺は倍率関係ねえってあれだけ言ってるんですけどね、はい、なんですが見てくださいよ、合格者数が200人ぐらい増えてます。すごいですね、すごいですね。まあ理由としては結構補欠がまた今年もたくさん出た印象ですね。でまあここ数年の数字を見てても早稲田では法文文工人科教育、このあたりは結構な確率で補欠出しますね、うんうん、だからもうほんと最後まで望みは捨てずに見ててよって感じですね。で次に理工学部。理工学部はねここ3年で見てもねちょっと判断が難しい、ただそんなに大きな変化はないかなという印象ではあります。結構ね年によってねこう振れ幅が大きいんですよね、理工学部はね、うん、期間がだいぶ増えてるんです、ね、そうなのよ、120人増えてる。あー、なるほどね。一方で先進理工なんかはもうね20年は1066だけど22年は960、100人ぐらい減ってるというとこだったりして、結構まあ振れ幅は大きいですね。なるほど、そんな感じでございます。あ、ちなみに早稲田理工の特徴としてはここ共通テスト利用がありません。
これも一つ特徴的なところですよね。だから東大とか京大とかの滑り止め軍団と結構ガチンコで殴り合わないといけないというところがここの理工学部の難しさなんですけど、でもね、この早稲田理工に受かるための戦略動画は多分俺と森哲ちゃんのあの動画は日本で最も再生されてる理工対策の動画だと思ってるんで、ぜひそれも見に来てくださいね。はい、はい、英語はだいぶ取りやすくなりました。21年よりも22年の方が取りやすいですね。次に国際教育学部、ここもあんまりおかわりないです。国際教育学部はまあ20年、21年、22年とこのぐらいのところで安定してますね。ただこれちょっと予想のお話です。まだわかんないけど予想の話、国際教育学部は結構こっからまだ合格者増えるポテンシャルがあると僕は見てます。なんでかっていうと、まずここね、2021年からセンター利用が消滅してます。でかつ国際教育学部の特徴として、東大京大とかの滑り止め軍団が滑り止め先としてあまり狙わない学部です。まず見ないです。でさらに共通テスト利用の募集枠を消滅させて一般に上乗せさせたと。でまだ数字に変化が現れていないということは、今後数字に変化が現れてくる可能性が高いです。だから国際教育学部はまだこっから俺はね、500近くぐらいまで伸びるポテンシャルを秘めてるんじゃないかと予測をしてます。ライティングきちんと対策してくださいね。新しいやつ結構厄介ですよ。はいはい、次、人間科学部。ここもね、ここ数年で緩やかに上昇傾向の高いね、お買い得学部です。で、人間科学部は2019年は637人しか取ってないんですけど、20年713、21年786、22年760と、ここ数年で見るともう緩やかというか、この4年だけで見るともうドーンって上がってますけどね。そうですね、637から、うん、そう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 。だから、ここも結構取ってくれるんで、ここもお買い得学部ですね。特にね、18とか19で将来なんかこれ学びに大学に行きたいみたいな人が決まってない人って、早稲田では社学を目指す傾向にあるんですけど、いろんなことを幅広く学べるから、うん、人間科学部も社会科学部とはかなり近い理論にあって、本当にいろんなことを幅広く学べるん でしかも男女比も5対5で、男性諸君頑張れみたいな、そういう学部でもありますんで、だからね、ほんとね、あの人間科学部は将来まだこういうこと学びたいとかそういうのが決まってない人にこそいろんなことをこう買いつまめる面白い学部なんで、ほんとね、おすすめですよ。で、次に坂上くん、お待たせいたしました。いや待ってないわ。待ってないかも。もう待ってない。もう待ってない。スポーツ科学部の話に行きたいと思います。さあ、スポーツ科学部はですね、2021年からここはね、一般募集枠が増やされました。そして、入試方式が一つ消滅してます。ここもね、だからさっきの早稲田国境の話とかと同じように、結構増えるポテンシャルがあって、ここは数字がドって増えてるんですよ。そうですね。うん、もういや、もう20から22に比べたらだいぶすごいですね。そうそうそう、だいぶすごいんですよ。うん、だから、坂上くん、ここで受からんでどうするみたいなことなんですよ。見てるか、坂上。はい、いいんで頑張って。まあ一つはこの早稲田スポカが参考事例となって、うん、さっきの国際教養もまだ増えていくかもしれない。モルテツチャンネルは英語の勉強意欲が高い生徒さんいらっしゃると思うんですよね、たくさんね。結構これからまだまだここ伸びしろありますっていう話なんで、なんか狙ってみても面白いんじゃないかなと。なるほどね。うん、モルテツイングリッシュライティングとかにね、お申し込みされたらどうでしょうか。はい、ライティングの添削お待ちしております。はい、そんなところになります。結構ね、ダーッとね、まあここ数年間の数字とかも含めて、今回の2022年が早稲田どうだったのか、そしてまあ僕の2023年に対するこうね、早稲田の予測みたいなのも立てながらですけど、早稲田は全体的にお買い得になってきてます。ですから皆さんの夢が、まあもちろん大変ですよ、大変だけど、でも 4,5 年前よりもまた少しずつ叶いやすくなってるから、一緒に頑張りましょう。